気持ち応えてくれるこのキムチ甘辛いねうま辛いねご飯が進むキムチご飯が進む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 よ進むくる毎日高いこの気持ち応えてくれるこのキムチ最初のこうご飯が進むのところはこうパーパーでこう魔法をかけるようなイメージですね。ここがこう比較的こう子供たちもこうぜひ真似してもらいたいなというポイントなのでパーパー魔法をかけるぞーって特にこの顔も重要ですね。なるほど。パーパー魔法をかけるぞーってここはぜひ真似してもらえたら嬉しいなと思ってます。本当に初めての CM というところで最初いただいたときはびっくりしまして、はい、僕はもうプライベートでも劇団四季の時からキムチを毎日比較的毎日とっていて歌のお兄さんになってからもほぼ毎日食べてるんじゃないかっていうぐらいキムチをよくとっていたのでこのお話をいただいたときはなんか自分のプライベートがどこかで見られてるんじゃないかと思ったぐらい幸せな感じでしたね。出来上がったものをこう見させてもらった時になんかこう自分が CM で毎日お茶の間の皆さんの前に出るっていうのは今までのこうお母さんとしての歌のお兄さんとはまた全然違う感じなのでなんかこう今いろんな現場でいろんなことをやらせてもらっているんですけれどもそれも見るのもやっぱりまだこう照れくさいってこの CM もなんかこうどんな感じで見てもらえるのかなっていうドキドキはあります。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。